乱世となってこの方、江南にも争いが絶えないな。うん。しかし、真の脅威はこの大河よりはるか北から来る。河北を平定した勧誘曹操か。この孫悟の地をも飲み込むつもりか。ここはあえて曹操に追われる劉備を招き入れ、彼の力を利用して曹操を叩くべきだ。賭けだな。劉備にそれほどの力があるか。だが周瑜が断言する策であれば、私は迷わず賭けに乗ろう。孫権軍は劉軍を破り、高騰の平定を果たす。長子孫策の堂々たる活躍に加え、次子孫権も立派に成長を遂げ、高騰、そして孫悟の将来は安泰かのように思われた。しかし、高騰の安定を待たずして、四方の勢力が孫悟を脅かす。西からは高祖の水軍が、南からは孟獲の南蛮軍が、北からは曹操の大軍が迫ろうとしていた。これまで攻めることで半島を広げてきた孫権だが、今や守ることが必要な事態となっていた。攻め来る敵を撃退し、ようやく手に入れた孫悟の地を守るのだ。ということで、今回はね、南蛮防衛戦と過去の戦いやっていくんですけれども、過去の戦いねクリアしてしまうとね、第5章のね幕城の戦いができなくなってしまうんですよ。なんで一応クリアはするんですけど、セーブしない形でいきます。でまずは南蛮防衛戦からやっていこう。ちょっとね過去の戦いね、まあ、なんだろうな、やってみたかい、やってみたい。どんなんだったか全然覚えてないから、やってみたいという気持ちがあるんで。でまあ南蛮防衛戦で使うキャラクターどうしましょうかね。消去を使ってないから消去を使おうか。消去の11武器愛嬌総選。先端カッタンがあるのはいいんだけど、先端のレベル10というのがまた中途半端ですね。これあとね、長距のね無双ランブがね弱くなっちゃったんですよ。だから青龍弾っていうのもなかなか使いにくいところではあるかもしれない。長距のいい属性ねえかな。まあ、ザン持ってくか。ザン持ってきましょう。南蛮防衛戦とかもマジ覚えてない。ほんとね、何も覚えてない。やったことない。は？初めて見たのに。お前やる気なさすぎない？は？え、待って待って待って。え、初めて見た。びっくりした、こいつ。なんで式1なの？いや、今まで式2とか見たことあるけど、式1は初めて見たわ。やる気なさすぎだろ。何してんの、こいつ。もう、あの、先般の匂いが漂ってるんだけど。え、怖っ。もう嫌な予感すんな、このステージ。南蛮の遺敵ども、返り討ちにしてくれる。とりあえず諸葛金がね、まあ、やる気なさすぎるんで。おいおいおい、ダッシュだよ、ちょっと待ちなさい。まあ、こんなん見たら怖えよな、普通に。我らにないものならば奪えばよい。はい。は？そう奪い、敵の砦を壊してやるのだ。ちょ、お前逃げ足早すぎだろ。もうずっと逃げるやん。おい！おい！おい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 。時間稼ぎもいいところだって。お前やってくれたな。お前どこ行ったんですか。これさ、消去のさ、チャージ6さ、強いんじゃないの。属性乗ってくれればワンチャンありそうなんだけど。
割り込まれるの、まさか。いやー、オートロックがなければね、こうやって回せるんだけどね。3のつばすり合いってさ、なんか弱くなった。やっぱ2のつばすり合いっていかれてるんだな。2のつばすり合いマジで強いんだな。あー、ふらつくね。ザコの攻撃でふらつきますね。あー、やばいわ。まあ、ヒゲ親父クラスならふらつくんか。大丈夫かなこれ。いやー、きつい。まずね、チャージ力打てねえな。あ、カウンター強いじゃん。うわ、やばいな。4章からしてだいぶ強い。浮くんだよな。通常攻撃で浮いてしまうっていうのがやばいな。もう打ち取っちゃったの言い方がもう腹立つわ。もう、いや、うん、いや、うん、ちょっとね、苦手かもしれない。我らも遅れを取るな。で、とりあえず向こう側行くか。これで諸葛金は大丈夫でしょう。多分この間通れなさそうなんだよね。普通にこの BGM 嫌いなんだよな。もうトラウマなんだよね。初見でさ、何倍平定戦やってたらもう地獄だよね。初見殺しもいいところだから、あのステージは。お、大都督いいじゃん。大都督ゾウさん奪って何、これを壊したりすればいいのかな。あいつらマジでもいい。あいつ諦めるわ。あ、痛い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 。こいつは奪おう。こいつから奪おう。あ、いや、なんなら僕らから奪おう。僕ら大戦パン王から奪おう。僕六大戦パン王から奪おう。お前マジで逃がさんぞ俺。どこ行った。あー、残念、全部属性乗りません。まあまあまあ強いか。まあ言うて強いよ。じゃん、弱体化したとはいえ全然強い。門も櫓もどうでならば破壊できよう。いいよ。おーおーおお、士気上がった。いいねいいねいいね。無双ランプ減るようになったんだね。お前ゾウさん、お前そこ変われよ。ほんとにゾウさん変わってくれ、そこ俺の場所だ。いいね。いや、こういうイベントあるのいいよね。3って、いや2もそうだけど、全キャラごとにあるんだろうねこれも。次どうしようかな。まあ、とりあえずちょっと拠点制圧しようか。拠点制圧して兵を少なくしよう。多分自分で攻撃した方がいいよこれ。なんだこいつ。いやー、これ回せれば強いんだけどな。回せれねえんだよな。通常攻撃で空振れば別に回せるっちゃ回せるんだけど、どっちがいいかね。おれ、で、まあ、櫓壊したから、あとあれか、ここか、ここも壊しとこう。まさか、ゾウを逆に利用されるかな。向こう側も壊しとこう。
で向こう側もどうせ通れないでしょ。ついでにちょっと拠点制圧しとくわ。まあ、今んとこ諸葛鬼に戦ってねえから大丈夫そうなんだけど。邪魔だ邪魔だ、俺の方のゾウの方が強えんだお前。邪魔だ邪魔だ、ほら押し、ほら相撲だ相撲、帰れよ。よし、え、さすがにどうなんだろうね。いや下も開いてないのかな。下も行こうか、開いてないっぽいからな。あーよかったよかったよかった、ゾウで来てよかったですね。ここまで来ればあれじゃない、もう行けるんじゃない。え、ちょ待って、私の出番だ。おお、お前諸葛鬼に耐えろ。ダメだ、これ走ってこう。諸葛鬼お前何やってんのお前、もう完全にやってるじゃん、完全に狙ったよ。やるな、そりゃそうだ、もう苦戦出るわ、当たり前だわ。やばい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 、頑張れ頑張れ、底力見せつけろお前、何番何番の底力見せつけろ、何番の諸葛鬼頑張れ、2では強かった諸葛鬼頑張れ。普通に考えてね、四季一っておかしいだろお前、カマセイヌだろ完全に、宿友のカマセイヌになってんじゃねえかこれ、もう完全にやってるもんあの位置、もうわざとでしょ。私の刃くらいな。とりあえずちょっと待って、諸葛金画面内に入れながら戦っとこう。いってぇ、うぜぇ、逃げ足早すぎ。いいってマジか、チャージオン、やばいなこれ。ちょ、ゾウさん邪魔、ゾウさん邪魔、危ない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 、オッケー、強いザン、ザン強え。やるじゃないのか、負けにしとくよ。危な、完全に狙いに来てたもん、完全に俺の全員生還の計画を潰そうとしてたもんあいつ。危険すぎるあの女、ピンポイントで諸葛鬼狙ってきた。まあもう大丈夫そうかな、こいつら残党だし。じゃあ行こうか、もうやめろよ、諸葛鬼に手出すやつは許さんぞ。もう四季なんぼよ、だってもう諸葛鬼話になんねんなこいつマジで。もう完全にカマセイヌみたいなの合ってるもんな、宿友のカマセイヌだもん、やる気なさすぎだろ。え、大丈夫、ちょっと怖いんだけど、やっぱ処理してた方がいいかな。え、でも残党だよ、残党で負けることある。負けたらちょっと謎なんだけど、あったかな、過去にあったかなそんなこと。四季ゼロ対決だったらどうなんだろう。まあまあまあ頑張ってくれること祈ろう。とりあえずこの拠点兵士を倒す。いやワンパンできねえかな、確率だと思うんだけど。お前お前それハメだぞお前、それダメだぞ、それやっちゃダメだよ、それやっちゃダメでしょ。諸葛鬼まだ戦ってんだ、俺大丈夫かあいつ、怖いんだけど。あと誰よ、もういう大雷同士か、こいつら倒せば OK か。
まだ戦ってるもんな。切り抜けてねえよな。オッケー。他の者も。なんか横から来てるな。難しい。勝共の無双を当てるのほんと難しい。よし、オッケー。このジャンプチャージとかも絶対当たんねえじゃん。あ、当たったわ。当たったけど、あの終わった後隙だらけじゃねえ。いやいや、諸葛金やばいって、怖いって。頑張って。やっぱ倒しときゃよかったわ。絶対倒すべきだな。負けなきゃいいんだけどさ、危ないって。うわ、当たんねえ。いや、当たらんね。当たらんですね。邪魔だよ。邪魔ですよ。 OK、クライザン。どっかから弓打ってんだよな。多分向こうだな。いや、でもチャージの範囲広いからなんとかなるね。ザンが強い。ザンが、ザンが強い。これでね、チャージ回せるんだったら完璧だった。絶対無理。このチャージはもう絶対無理。名乗りを使った立ち回りとかしてみたいよね、いつか。できんのかな、そんなこと。難しいと思うけどな。やべ。いやー、カウンターが。ダメダメダメ。あのね、カウンター発生する、名乗りが発生する前に攻撃されちまう。難しいタイミングが。オッケー。普通にもうね、雑魚に苦戦するようになってきた。4勝あたりからもう雑魚に苦戦するな。お、士気上がった。士気上がったのすぐ士気下がんなよ。うわー、ちょっと肉まん欲しいな。このさ、ダッシュ攻撃も隙だらけなんだよね。これはもう2からだね。あと猛角だけか。諸葛金は頑張ってるね。おー、1上がってるもん。兵力ゼロだけどな。兵力ゼロだよ。いって、お前、おお前、ふざけんな。こいつハイパー化してるから危ねえんだよな。こいつやばいって、やばいって。こいつ優秀だって。は、痛すぎだろ。暗いすぎ、暗いすぎ。死ぬ死ぬ。あっ、ちちちちち、あ、ちょっと待って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 。おい、胸毛強すぎだろマジで。いや、これ絶対終わった後食らうやつやん。え、待って、胸毛強すぎ。いや、マジでうざいってこの像。一旦さ、拠点兵長倒そう。ここやばい、ここやばい。ハイパー化武将のやべえ、マジで。マジ殺される。よ、オッケー、入った。いや、いいよいいよいいよ。やばいな、猛角やべえわ。倒したか。
いや、誰か肉まん落としいないかな。肉まん持ちいない。こいつ肉まん持ってそう。あ、絶対持ってる。こいつ倒して鎧拾って猛角挑もうか。邪魔邪魔邪魔。おれは、お前さ、よかった、防御2倍じゃなかったらマジ痛かったな。ちょっと待って、邪魔、一回邪魔。ちょ、あの弓倒す。人間爆弾で吹っ飛ばねえか。いいよいいよいいよ。まあこれで、まあ、諸葛金生きてるし、まあ、全員生還 OK だね。びっくりしたよ、四季一って何なんだよあいつ。やるなひよっこ。ということで、南蛮防衛戦クリアですね。いやー、ちょっと待って、不意の宿友に焦ったけど、まあなんとか助けれてよかったわ。てかやばいよね、士気8でしょこれ。士気8が士気0に襲いかかってくんだよ。もう完全にやってるよね。なんかあるのこいつ。恨みぶつけられてる感じだったもんね。怖っ。このステージは普通に初見殺しだわ。で、次は過去の戦いだけど、それは中断しない。南蛮の王猛角は巨獣の部隊を率いて南方の砦を襲ってきた。しかし所詮は個の力に頼る無謀の衆に過ぎず、攻勢の取れた呉の精兵にかなうものではなかった。南からの脅威は去ったが、孫吾の危機は長江から迫ろうとしていた。加工の高祖が水軍を揃え、北からは曹操が大船団を率いて押し寄せる。ということで加工の戦いをやっていきましょう。さあ、ということで加工の戦いやっていくんですけれども、ちょっとこれ2回目ですね。さっきやってたんですけどね、なんかね、両党が出てこなくて原因が分かんなかったんですよ。何なんだろうね、ちょっと分かんないんですよ。で、条件はなんかね、酵素の船がね上にあるんですけど、これが出発するとなんか両党の援軍が来るそうなんですけど、さっきやってて来なかったんですよ。で、もしかしたらこのソフィを倒してしまうのがまずいのかなと思って、なんで鎮静倒して、まあ、こいつらも倒して、ソシだけちょっと、あ、ソヒだけ生かしといて、ちょっと待ってみようかなと。で、今回カンネイですね。海洋で行きましょう。先端が優秀。先端めちゃめちゃ優秀。カンネイ、氷玉使ってみよう。この仲たがいさせるっていう方法もわかんないんだよね。いろいろとちょっとわかんないことがあるんですよね。一時戦況に引く。逃がすか。コースで、これで逃げるんだよね。逃げて船に移動するんですよ。
で、出発したら一定時間後に両党が 援軍に来るんですけど、さっきやってて来なかったんですよ。だから何かコツがいるはずなんだよね。攻略本に書いてる条件はあったんだけど、リーチが短いなこれ。あとさ、あの酵素いるでしょ。今喋ってたのさ、ブサイクモブだったんだけどさ、実際はイケメンモブなんだよね。喋ってるやつとね、存在してるやつが違うんですよ。でまあ鎮静だけ倒して、まあソフィー倒さないようにしよう。この船を引き寄せよ。我らはこのまま。いや本当はね、多分これこの鎮静が観念なんですよ。で観念を倒すとなんかソフィーが喋り出すんですよね。そのイベントがね多分必要な気がするんだけど、どうしても発生することができないから、鎮静だからね。だからソフィーを倒さないという方法しかないと思うんだよね。全然食らわん、全然食らわん。おら、でまあこっから、まあ、両層を守ってって、両層がねめちゃめちゃ突っ込むんで、まあ、といっても士気自体はそんな低いわけではないので、まあ守ってあげれば大丈夫かな。でソフィがハイパー化してるんですよ。いや正直さ、あの観念幸福のイベント見たいんだけどさ、一回クリアしてしまうと見れないんだよ。もうなんかね、いやソフィーが喋りかけるシーンがあるんですけど、見たいんだけどね見れないんだよね。さすがにガチるのまずい。こっち来ねえかな。来てるね。まあ、ここで足止めしとこう。あの酵素の船が一定時間で到達するんで、いや本当はねもう来てもいい頃合いだと思うんですよ。両党攻略本にはこのね酵素の船が出発したら援軍に来るって書いてあるんですけど、来ないんだよね。まだかな。あ、来た来た来た。もう少しで着きますね、酵素が。酵素が着いたら、あの火薬壺っていうのがこの辺に出てくるんですよ。それを破壊して火つけてやるんだけれども、両党の援軍来てくれるかどうか分かんないんですよ。見たいんだよマジで。行ったこいつのダッシュ攻撃、ふざけんなよ。ハイパー化してるから普通に強い。あ、来た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 。でね、多分周囲が喋るんだわ。周囲がこの辺にあるって言うんだわ。あ、これ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 、火をつければ我が軍に優位に働く。で壊したよと。手強い。よし、資源と負けるぞ。で炎上するでしょ。両党逃げ出してね。両党じゃねえ、両層逃げ出してね。来るかな来るかな。マジ来てほしいんだけど。
来ないの。あ、来た。連れてまいりましたぞ。あ、来た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 。さよなら、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 ソフィー。はい、ソフィー、さよなら。はい、はい、これでソフィー撃破。水没して撃破。来た来た来た。やっぱソフィーか。ソフィーを倒してしまったらあれなんだね。やっぱ来なくなっちゃうのかね。っていうことで、サイボーと、もう一人誰だ、超員か。超子か。やばいから、ちょっと倒しに行こう。あの二人やべえわ。マジで式高え。式8はやばい。でね、南蛮防衛戦クリアしてるから、なんかどうやらあのゾウさん乗ってるんですよ。あ、乗ってるね。乗ってる乗ってる。ゾウさん乗ってるわ。これ多分無双モード限定でなんだよね。あ、総大将苦戦してんだけど。いや、いいよ。つばせり合い弱いね。いやー、でもこれね、カウンターだな、もう。まあ、周遊たちは大丈夫そう。両毛が危ないか。両毛と両層危ないかな。で、倒して、あともう一個、サイボーを倒して、そしたらもう大丈夫だと思うんだけど、サイボーあれなんだな、軽率モーションだな。我々も負けてられんぞ。敵将、撃つと。やばいな。ちょっと交差の式下げようか。両層の方行こう。危ないわ、あいつ。おう、ゾウさん乗ってるよ。そう、ほんと無双モード限定だからね、これ。これが見たかった。これだけ見たかった。どういうイベントなのか全く分かんなかったから見たかった。やば。両層の HP 減っとるし。でもパッと見親衛隊いるからあれかな。画面内で傷ついた状態かな。ここから式下げとこう。多分ね、もうそろそろ火がついたね、船がね、黄砂の船にね、突撃するんですけど、それ発生すれば下がると思うんだけど。てかソフィー生きてるな。これソフィー生きてる、もしかして。ひょっとして生きてる、あいつ。生きてる。ソフィー生きてた。ソフィー、お船一隻も守れる。貴様、わしを売る気か。で、これどうなるの。ソフィーどうなるの。特にないの、何も。ソフィーの士気どれぐらいよ。高いよな、ソフィーの士気が。どっかにソフィーの兵いないの。酵素だけ。え、何、特にあれなんかな。仲違いはしたけど、セリフだけ。ソフィーが味方になったりしてくれるわけではないの。やべえもん、ソフィーの士気高いもんな。やべえな、両党がゾウ乗ってるとか新鮮なんだよ。イケメンモブでしょう。喋ってるやつとね、実在してるやつが違うんですよ。
やべえな。いってえって言ってもな、ソフィーもコウさんもどっちもハイパー化してっからな。やばいな、 HP やべえ。あ、まずい。うわ、やったわ。う、高速ごときに負けたわ。急もろか、船一隻も守れるね。貴様、わしを売る気か。まあということで、まあ先ほどは酵素にやられちまったんですけど、でね、今回ちょっとあれっすね、用途出なかったっすね。ごめん、わかんねえわ。やっぱソフィー生かしてたんだけどね、さっきと同じような条件でやってたんですけど、やっぱなんか用途来るときと来ないときがあるんだよ。なんなんだろうねこれ、いまいちわかんないんだよね、条件がわからん。で、まあソフィー倒しちゃうか。え、HP めちゃくちゃフル回復してんだけど。あ、さっき削ったんだけど。あ、でもあれじゃん、ハイパーが溶けてるじゃん。いって、当たんねえな、マジで当てにくい。もう倒すしかないもんね。カンネがソフィーを倒すっていうのはなかなかちょっとひどいことだと思うんだけど、まあいいや。敵将、撃ち取ったぜ。じゃあ、あとはもうコースを倒して終わりだね。なんなんだろうな、なんで領土を出ない時と出る時があるんだろうな。いや本当ね、今回は出ないですね、マジ出る気配ない。なんでイケメンモブなのにさ、喋ってるやつはブサイクなんだろうね。撃ち取ったぜ。まさかここで終わるか。今回出なかったんだよな。今回領土出てねえんだよな。いまいちわからんね。で、これはまあ中断せずに終わります。爆上の戦いをやりたいので、ということでね、次は石壁の戦いですね。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。